縮景園の紅葉ライトアップはもみじ祭りのイベントとして23日に始まりました。午後5時ごろの日没とともに園内にある木々が鮮やかに照らし出されます。訪れた人たちは冷たい夜風に映し出された彩りのある光景を楽しんでいました。紅葉デートがしたくて調べたらここがライトアップされてるって知りました。景色がいいからドキドキします。外は寒いんですけど、やっぱりなんかもみじって赤色なんでちょっと暖かい気持ちにもなれたので、2人で来てよかったなとは思いました。縮景園の紅葉ライトアップは来月2日までで、期間中は開園時間が午後9時まで延長されています。